リムサロミンサのグランドカンパニー国家団から依頼があったわ。コボルト族の調査結果が来たのね。ええ、そうよ。正確には調査結果を受けての依頼というところかしら。どういうこと？落ち着いて聞いて。リムサロミンサのコボルド族が蛮神タイタンを再召喚したらしいの。依頼内容はタイタンの討伐。国家団の討伐隊へ同行し作戦に協力することよ。国家団は以前からコボルド族を継続して調査していたわ。国家団が設立される数年前、蛮神リバイアさんとタイタンが同時期に召喚されたことがあったわ。この時メルウィブ提督は海遊旅団という傭兵団を雇って送り込み討伐を成功させた。しかし二つの蛮族はしばらくの後にそれぞれの蛮神を再召喚し復活させた。この時は幸いどちらも一時的に召喚しただけで大きな被害はなかったのだけどね。でも願いが蛮神を権限させる以上、蛮神殲滅の難しさを物語る事例となっているわ。それ以来国家団は蛮族を、特に先の召喚以降頻繁に活動していたコボルト族を重点的に監視していた。そしてこの依頼というわけね。悪いことに蛮神イフリートと違って情報が圧倒的に少ないわ。唯一蛮神タイタン討伐の実績がある傭兵団海遊旅団は5年前に解散しているの。つまり戦闘記録がないってこと。激戦になる。国家団に同行するとはいえ相手は蛮神。どういったことが起こるのか想像できない。しかもコボルド族は閉鎖的な蛮族。シルフ族の時と違って対話による解決は難しいでしょうね。今度はあなたの超える力ではない、あなたの冒険者としての力が試されることになる。いくらエオルゼアのためとはいえ危険すぎるわ。この依頼は断っても。協力してくれるの？ありがとう。リムサロミンサとくればヤシュトラですね。ちょうどこの件にも詳しいミフィリア。ヤシュトラ、お願いできる？元よりそのつもりよ。ありがとうヤシュトラ。よし、やるとなったらとことんやるわよ。本依頼は暁の決明全体で支援します。加えて本来の任務は継続。私たちが任務で一緒に行けない分しっかり支援するのよ。サンクレット、イダ、それぞれ担当国のグランドカンパニーへ行って状況説明と支援要請を。ウリエンジェさん、バルデシオン委員会へ連絡をお願い。できればアルフィノにも。パパリも少しでもいい蛮神タイタンの情報を集めて。依頼の詳細は国家団の作戦本部でしてくれるそうよ。現地へ向かって。十分に用意をして出かけてね。あなたたちにクリスタルの導きがあらんことを。